いつまでも健康で幸せな生活を送ることは誰もが願うことです。私たち国立長寿医療研究センターの使命は、高齢者の心と体の自立を促進し、健康長寿社会の構築に貢献することにあります。愛知県大府市の広大な敷地において、病院と研究所が連携し、健康長寿に貢献する高度な医療と研究を行っています。研究所では、健康長寿に役立つ研究を効率的に推進するために6つのセンターを設置しており、高齢社会の抱えるさまざまな健康問題を解決することを目的に研究を行っています。認知症の病態解明、バイオマーカーの開発、および単因子介入による認知症予防に関する研究、ゲノムデータを活用したアルツハイマー病発症リスク遺伝子の解明に関する研究、介護予防を目的としたアプリケーション、IoT デバイスの開発などのデジタルヘルスの推進に関する研究、VR 技術を用いた運転機能評価の研究を行うなど、健康長寿に役立つ研究を集中的に行っています。その他にも、高齢者の生活を支えるためのロボット開発支援を行っているほか、実験動物施設等において自然老化マウスの育成を行うエイジングファームを構築しています。また患者さんの検査資料や診療情報を収集管理するバイオバンクを運営しており、すでに多くの研究に活用されています。このように健康長寿社会の実現に向けて幅広い取り組みを行っています。病院では6つのセンターを設置し、病気を治すだけでなく、高齢者が生活していくのに必要な能力の維持向上を図るケアを提供し、体と心が衰えないようにしていくことを目指しています。高齢者ができるだけ長く健康で、なおかつ生きていくことを楽しめるように、病気を診断し治療するだけでなく、認知症や年齢による体の衰えなどに対して、科学的な知識をもとにできるだけ受け入れやすい形の医療を提供し、さらに生き生きとした日常生活を送れるように支援しています。このため、病院には内科、外科だけではなく、体と心の衰え、リハビリテーション、視力・聴力、さらには食事・排泄などに関わる幅広い診療科があります。それによって、多様な患者さんに対応し、介護を受けずに長生きすること、すなわち健康長寿の達成に貢献していきます。研究所では、すべての研究は疾患の治癒につながるべきであるという理念のもと、研究者が創意工夫を凝らし、臨床部門との共同、国内外の研究者との共同研究を数多く進めています。当センターでは、病気を治すだけでなく、高齢者の心と体の衰えを防ぎ、生活していくための能力の向上や、活動的で楽しい日々を送ることを目指した医療を提供しています。そのために病院と研究所が連携し、温かい気持ちで高齢者を理解し、いろいろな状況に対応できるような診断と治療を行っていきます。また、より良い医療を提供するために、2018年に外来棟である第一診療棟、2022年に入院病棟である第二診療棟を立て続けにリニューアルしました。病床数は383床あり、1日およそ600人の患者さんが外来を受診しています。さらに進化する病院にご期待ください。当センターは、幅広い研究と高度な医療を行い、健康長寿社会の構築に役に立ちたいと思っています。また、研究や医療で得られた知識や経験を世界に発信するとともに、教育・研修を通じて
医療関係者に伝えていくことで、高齢者の医療・ケアの向上を目指しています。私たち国立長寿医療研究センターは、これからも高齢者を支えるより良い医療と研究を推進し、さらには未来に向けた人材育成をしていくことで、みんながいつまでも健康で長生きを喜べる社会を作っていきます。